板倉マサは、江戸時代後期の大名。上野国安中藩最後の藩主。官位は、地後位下、主径頭。重径径板倉家八代。文政三年一月十二日、先々、大藩主、板倉マ直の三男として誕生した。安政四年うる五月十一日、兄で、仙台藩主の勝明が死去したため、家督を継いだ。 同年6月25日、13代将軍、徳川家定に配慮する。同年12月16日、地した主刑頭に除任する。安政6年2月、大阪カバンを命じられる。幕末期には、和宮公家のために、中仙道の守備を務めた。ちなみに、偽館軍事件として、有名な、赤包帯事件は、このあん中で起こっている。 慶応4年1月13日、徳川義信から上野薄井軍の警備の強化を命じられる。同年3月、老臣を上落させて、新政府に、標順の姿勢を示す。同年4月19日、新政府軍に弾薬を献上する。明治2年6月20日、反赤奉還で、安中藩知事に任じられる。明治4年7月14日の廃藩知見で、面官される。 8月に、東京へ移った。明治五年三月五日、勝チは隠居して、婿養子の勝ツに家督を譲った。ところが、勝ツは、翌明治六年八月十九日に隠居し、家督は、勝チが、再重ねするも勝チは、同月三十一日に死去した。去年五十四。勝イの死後、同年十月二十四日に四条の趣旨が、板倉家の女子主となり、 明治10年10月13日に、趣旨の夫の旧知が家督を継いだが、明治13年1月17日に旧知が隠居し、再び趣旨が女子種となった。明治16年12月10日に、趣旨は隠居して、幼女の花子に家督を譲った。明治19年、花子は二人目の夫に、板倉勝官を迎え、価値官は同年4月6日に家督を継ぎ、 同月24日に死者を除釈した。死女は二男後助数字は当主の継承順。ありがとうございます。